はい、ということで今日は、高槻キャンパスを僕も新入生なんで松下先生に紹介してもらって歩いてみようと思います。行きましょう。じゃあ順番にまずは、一番綺麗な場所行きましょうか。から行きましょうかね。はい、はい、あの一応噴水もあの学生がいない間は止まるっていうね。生協実は一般の営業やってないんだけど、あの教員がさ、あの物買ったりとかして、あの授業のね、オンライン授業のために必要なものとかを取り寄せなきゃいけないから人は来てくれてるんですよ。なるほどね。あ、メニューあるよ。メニュー、あ、安いね。300円は安いわ。軽食コーナー、丼、うどん、あ、これ安いよ。少なくても某大学よりか安いわこれ。気がする。うん、いろいろと物議を醸す発言はちょっと置いとこうか。いやいやいや、あ、ちゃんと手洗い場がある。もう今となっては必須ですよ。麺類と、これ何、うん、L ランチっての何なの。ここがね、L 棟っていう建物だから、うん、そのランチですね。あ、ラージって意味じゃないのね。ラージではないです。あ、2種類かな、なんか選べるのよ。へ、あ、ここにある。カツ玉丼、鶏玉丼、唐揚げマヨ丼、唐揚げ丼。見事に茶色いね。うん、そりゃ学生の食堂だからね。いやー、もうなんか僕は出身の大学を思い出すね。あ、そう。とりあえずソースとか味濃い系の。名古屋だもんね。そう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 、名古屋はそうだね。うん、で、あ、ここあれじゃん、惣菜バージョン。1グラム1.4円。そう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 。これ何が入ってるの。サラダ、サラダ。いろんなタイプのサラダがあって、うん、でもおでんとか絵描いてあるよ。本当だね。おでんあったっけ。ない、うん、あんまここ使わないんだよね。あ、ここにあるわ。惣菜バー、サラダバー、揚げ物、エビ天シンデレラ。もう最初からエキセントリックの名前だな。エビ天シンデレラ。これシンデレラって何なの。何、12時になると溶けんのこのエビ天が。よくサクッとチキンシンデレラもいるよ。シンデレラ好きだね。なんかシンデレラって何？でも内容は日替わりで変わります。めっちゃ広。まあね、1学年500年で4学年でしょ、うん。それが昼休みの間にご飯食べるから、そこそこの広さはいるのよ。うん、すげえ。結構人、2000人か。すげえな。まあそんなには来ないけどね。うんうんうん、ここのね、キャンパスが面白いのが、うん、そこそこ。そこ開けて、うん、開けて、そうです。ここがね、いわゆるぼっち席って言われる席なんでね、一人で食べるときに、うん、向こう側のテーブルだって食べにくいでしょ。うんうん、なんでここはこう外を景色を見ながらね。なるほど、ぼっちはあれだね、景色で優遇されてんだね。そうそうそう、景色こんな感じ。なるほど。あそこだったらもう究極のぼっち席で、あそこまで出ていけるのかな。みんなから見られるけどね。ここだってだ、他に椅子一個もないんだよ。ここだけしかないんだよ。本当だね。でしょ、うん、完全なるぼっち席だよ、うん、いい言い方をするともう自然に密着。あのね、こっち側に階段があるのよ、うんうん、で、あの階段降りてくとちょうどね、ゴルフ場、ゴルフ練習場がそこにあって、うん、そこに降りていける。で、階段をね、たどって、アイスアリーナのところまで行けるはず。すごいね。どれぐらいかかるの？歩いて？うん。5分くらいで行けんじゃないかな。あ、めっちゃ近いかな。学内のね、車が入るところから、うん、A 棟のまでね、だいたい1.2 キロくらいなのかな、道で言うと。15分くらい？あ、その道をね、歩いていくとね。これ、冷凍の？はい、2階のところを、うん、奥に進んでいくとね、テラスがあるんですよ。うんうん。お、これはすごい。ここいいでしょ？うん。ここ、うち時々ね、バーベキューとかやります。これはすごいわ。これ完全にあれじゃん？飛べるやつじゃん。飛んじゃダメだ
下さっきのぼっち席のとこだ。そう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 、景色いいでしょ。うん、階段降りましょう。はいはいはい、これさっきのあれでしょ。そう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 、レストラン食堂のところでね。そう、その横降りたところに、うん、何塔っていうんだっけな、 S 塔か、サークルのための塔があるんですよ。そこの右手のところにあるやつ、それそれ、そこからね奥入るとさっきのぼっち席があるところに。なるほど。あれここ立ち入り禁止になってるの。あ、そう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 、あのね、いつだったかな、このコロナがさ、うん、問題になるちょっと前くらいからかなに、一回ここら辺で熊、子熊を見たっていう報告があって、やべえな。だからここ降りてくと本当はゴルフ場、ゴルフ練習場経由して、うんうん、アイスアリーナのところまで行けるんだけど、今この階段は使っちゃダメになってる。熊がいるから。ただどうも熊じゃないんじゃないかっていう説はある。人？いや人じゃなくて他の動物。ああ、いや俺もだからイノシシとかシカは結構合ってるし、うんうん、僕も見たことある。うん、じゃあ次、次大学院棟に行きましょう。はい、結構あれだよね、建物と建物の間がさ、なかなかエクササイズにちょうどいい感じの距離だよね。そうね、うん、この今横側でガラスに光ってるところあるじゃん、うん、ここがね、この向こう側が図書館なんだけど、ここガラスで光ってるでしょ、うん、ダンスやってる子たちなんかはここで自分のフォームチェックとかしてよく踊ってるよ。え、マジックミラーなんかな。じゃあこれなんか踊っててさ、踊ってるけど向こうからめっちゃ見られてるってこと、もしかしたら。そうそう、見れる見れる。こっち側さ、うん、右側のところ、うんうん、木がね、この間まで去年くらいまではあったんだけど、うん、一気に切ったので、うん、見晴らしがすごく良くなったんですよ。いいね。ここあれでしょ、卒業証書やってたとこでしょ。そう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 、青空卒業証書授与式。そうですそうです。でここに芝生があるんだけど、うん、ここの芝生がね、時々冬は食い荒らされるんですよ。鹿に？イノシシ。イノシシ、うん、正面にある階段のある建物が大学院棟です。結構大きいよね。大きい、すごい。なんか台湾にあったさ、でっかい中世記念堂みたいな。あー、なんかわかるわかる。大学院棟？そうそう、2階がね、社会情報系で、そうそうそう、ここが2階です。え、3階は？3階がね、知識情報学系。おうおう、ちょっと上がってみます。うちの研究室あります。はい、月の悪魔を一注意って書いてある。ちょっと待って、ほらほら。そうね、月の悪魔が前出たからね。やば。ワンフロアになってるんだね。そうですそうです。ここ松下系のところ。そうですそうです。大学院とかここで、うん、このなんか渡り廊下みたいなので、ちょうど向こうの2階に行けるようになってるのね、うんうん、今は1階から来ました。はいはい、次ちょっとシート行ってみましょうか。はい、シートどれ。シートはね、今この正面に見えてる、これ、この辺かな。それ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 、うん、それがシートですね。ちなみに A 棟がこれです。 A 棟が僕らが普段いるとこです。正面です。じゃあシート行ってみましょう。はい、シート来ました。はい、階段を利用してください。あ、1階のね、モノラボ見ようか。うん、モノラボはこっち。そうそうそう、こう、総長が誇るモノラボです。
何ができるの？ 3D プリンターとかレーザーカッターがあって、うん、ものづくりができます。例えばこんなの、うん、これプラスチックで、うん、ここに 3D プリンターがあるんですよ、うんうんうん、この 3D プリンターでこう積層式でね、プラスチックをこう溶かしてちょっとずつ作っていくと、こういう立体物ができます。おすごい。結構、ね、4台あるのね。4台、うんうんうん、これ誰でも使えるの？使えます。普段は今日いないけど、うん、普段はちゃんとスタッフがいて、そのスタッフがサポートして使い方を教えてくれるし、うん、ここが切削の機械で、うん、こんな感じのこう彫る彫刻みたいなこともできるし、うん、これ使って回路図をパターンをね、銅板から切り出すってこともできます。うん、すごい。この中が塗装室なのよ、うんうん、学生が作ってる途中なんだろうけど、うんうんうん、こんなのが置いてあったりしますね、うんうん、これ結構いいんです、うんうん、UV プリンターで、立体物にこうやってねプリントしてすることができるので、ね、だからオリジナルのスマホケース作ったりとか、うんうんうん、あとはキーホルダー作ったりとかのは結構簡単にできます。ただちゃんと講習受けて、あ、これもそうなの？そうそうそう、作ったやつ？そう、アクリルをUV でプリントして作ってます、これね。熟装パズル？これは。そうそうそう。で、それを切るのがレーザーカッターがこれで、うん、これと、あとこっちか、メインはこっちですね。メインのレーザーカッターがこいつで、うん、で、それをやると、例えばこういうの。よいしょ。お、すげえ。こういうのをやることができます。これ売れるじゃん。売れる売れる。商品レベルじゃん。そう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 、すごい。あ、ここにもあるし、うん、あ、僕これギリシャでこういうの売ってたわ、うん、これだからいいよ、うんうん、これだからこれのね蓋がね、このうちのゼミバージョンみたいなやつも実はあるので面白い作らせてもらいました以前、これね、レーザーカッターで切って組み立てた、これ大きくない？大きいでしょ。だからレーザーカッター結構大きいものいけるのよ、うん、大きいのをこうやって、だからこのワンパーツかな、このワンパーツを切ってレーザーカッターで切って、でこうやって組み合わせてる、組み合わせてる、なるほど、アクティブラーニングルームってやつ、うんうん、で机とか椅子をこう片付くことができるのよ、うん、なんで広く使って、それこそ床に模造紙引いてね、うんうん、作品作ったりとかもできるし、ミーティングとかでこう1個ずつこうやってバラせるから、ね、いいね、うん、この部屋はよくできてる、だったらソフトウェア実習とかをやるような部屋ですね。で、こう今コロナでその距離が近くならないようにっていうので使用し、の中止のシール貼ってあるんだけど、うん、まあ普通だったらここに1人ずつ座ってもらって、うん、で2人に1つ真ん中にディスプレイがあるんだよ、うん、でこれで教卓の教員の画面が見れて、でそれで見ながらプログラミングの実習をしたりとかっていうことをやります、うん、何台ぐらいあるんですかこれ全部で。何台、一部屋がね大体40から50くらいですね。部屋によって数違うんだけど、うん、そのくらいあって、50台弱くらいかな。でその部屋が下は3つ、2階が3つか、2階が3つの3つかな、2つか3つ、ちょっとこれ確認しないと覚えてないや。であと3階に5つくらい、うん、そういう部屋があります。これが B 棟から E 棟につながる渡り廊下です。基本渡り廊下でそれぞれの棟っていうのはつないでて、うん、まあ、雨濡れずにね移動できるようには一応なってます。うーん、謎なのがさ、うん、このあれね、自動ドアの開き方ね、うん、横じゃないんだよね。ここ開いてますね。
だから300人弱くらい、200何十人くらい。ほうほうほう。これが何て部屋？これがね、TE101 教室。へぇ。2番目に大きい部屋かな。一番大きいの？今から行く。はい。大きい部屋がね、全部で3つあるんですよ。うんうん、で、1個がここで、1個が普通の教室を縦長にしたやつで、うん、でもう1個がなんかこう階段教室ってやつ。これです。はい、やば、公演会場じゃん。そう、教卓がここね。うんうん。パソコンつないでスクリーンに映像が出るの。すごい。パソコンがもちろん映ってるし、こうやって教材の整理のえ、ここで授業してる？やってるやってる。情報処理の授業ここです。だから250人、もうちょいかな、270人くらいかける2ですね。で、あれです。ここ、無駄に広いじゃん。だから、ワイヤレスのポインターにして、ここでジョブステリにやってるんですよ。こんな感じで。それ、黒いシャツにしない？ああ、そうそう。ここの授業するときは大体黒です。これ、大学館あるね。今、A 棟の裏です。A 棟の裏で、今から馬見に行きましょう。馬。馬やばいよね。馬やばいね。馬いる大学ってなかなかなくない？ないね。休みの日とかに来ると、ここら辺馬歩いてるからね、時々。すげえ。え、馬は誰が乗れるの？馬術部。馬術部に入らないと乗れない。じゃないかね。ここが馬術部の馬のところです。犬よいしょ。馬術部いますね。馬すごい、ちゃんと声聞き分けるんだ。すごいすごい、えらいえらい。すごい、こんにちは。大きいね。そうですね。これで体重ってどのくらいあるの？これで500キロ。500もあるの？すごい。え、皆さんこれ乗ってるの？そうですね、毎朝。毎朝？はい。その半から活動して。すごい。この子は練習馬なんですけど、みんなこの子に教えてもらってます。へえ。賢そうやね。そうですね。うん。ありがとうありがとう。多分ね、1年生の子たちがここで体育やったりとか、あと健康診断もここちゃうかな。うん。いや、運動はね、このキャンパスの下の方にアイスアリーナとかテニスとか、うん、グラウンドがあるので、うん、こっちはよく見る。へえ。体育館ですね。OK。うん、戻ってきましたね。うん、はあ、結構疲れる、ね。うん、よ。満喫。うん。ここあれだから、あとプロジェクターも来て、うん、映画上映もできるようになる予定だから。いいっすね。うん。ということで、はいはい、総合情報学部のキャンパス結構広くて面白いね。1時間ぐらいかかるね、大体回るのにね。1時間かかったね。うん、でも半分なんでしょ、まだアイススケートとか。そう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 、ゴルフ場とかも行ってないからね。うんうんうん、ゴルフ練習場とか、アイスアリーナとかグラウンドとか下側は行ってないですね。うん、あと工学館っていうセミナーハウスとか。うんうんうん、そうね。まあだから普段学生が勉強するときに使うところを回った感じですね。うんうんうん、楽しみですね。お疲れ様でした。はい。